イスクリームコラボレーション記念スペシャルトーク。皆さんこんばんは。ガールズガールズです。釣屋美咲です。原田とわです。山口きらです。菱田みなみです。小田柚葉です。住谷桃香です。小川陽香です。増田クレアです。そして皆さんこんばんは。アイスクリームです。ルイです。ゆなです。ひなたです。ということで本日はガールズガールズアイスクリームのメンバー勢ぞろいでお届けしたいと思います。お願いします。私たちのコラボレーションシングル、うん、ロックステイリーについてたくさんトークしていきたいと思います。やったー。よろしくお願いします。お願いします。それではまず、現在発表されている情報を改めて確認していきましょう。詳細をゆなからお願いします。はい、なんと2023年9月6日に、ガールズガールズとアイスクリーム初のコラボレーションシングル、うん、ロックステディがリリースされることが決定しました。ありがとうございます。リード曲のロックステディはどんな時も揺るがない女の子の友情とか、まあ、強い絆を表している楽曲になっているんですけど、楽曲制作にはですね、数多くのヒット曲を生み出しているT倉さん、そしてチャキズルさん、そして眉脇坂さんが参加していただきました、はい、そしてカップリング曲の The Finest はもっと上を目指して成長していきたいという熱い思いと覚悟を表明した曲になってます、はいはいはい、こちらも EXILE さんや三代目 JSOULBROTHERS さんなどの楽曲を数多く手掛けられている STY さんに制作していただきました。ありがとうございます。真剣ですよ、かっこいい、はい、さらにコラボレーションシングル発売を受けて2グループ合同でのリリースイベントを開催します。7月17日月曜日祝日から各地にてリリースイベントを開催します、うん、まず第1弾として7月17日、愛知県プライムツリー赤池さん、うん、7月29日千葉県セブンパーク有岡柏さん、はい、8月5日東京都ララポート立川八日さん、8月6日神奈川県有岡橋本さんで開催します。嬉しい、会えちゃいますけれども、ね、はい、この後も、随時私たちのリリースイベントのスケジュールを公開していくので、ぜひ私たちのパフォーマンス見に来てください。待ってます。ということでここからはコラボシングルロックステリーについてトークしていきたいと思います。いや、何かエピソードというか、まず最初にコラボシングルしますって言われた時、うん、どうだったかなっていうのが、うん、アイスクリームとガールズガールズの普段やってる楽曲のテイストが全く違うので、うん、なんかどんな感じの楽曲パフォーマンスになるんだろうなっていうのは初めに思ったかなって思います。うんうん、びっくりしたけど、もともとやっぱり PG 生の時から、ね、交流が ね、あったりするから楽しみだなと思った、ね、なんか本当にそれこそ EXPG の時に一緒にこうレッスンとか頑張って受けてた仲間とこう何年の時を経て、こうお互いガールズガールズっていうグループとアイスクリームっていうグループでこうデビューだったりいろいろ頑張って経験して、こうまた今ちょっと成長してまた会えてることが本当に嬉しいですね。感動。それこそロックステディ、いや本当に硬いね、硬い絆。なるほどね、うん、確かに。逆に何かあるガールズガールズみたいな。そうね、いやびっくりしたよね、まず聞いた。びっくりした。11人びっくりした。確かに。似てるってまず言われてる。そうだね、ああひなたちゃんと。そうね、そういうのもいろいろあるよね、なんかこことここは関係がね、あるとか。でもなんかひなたちゃん以外あんまりお話ししたことがない。だから敬語なの、敬語なんだよ、るいちゃんっていうのに。そうなんですよ。ゆずはちゃんとかもね、さっきも一緒に写真撮ってくださいって声かけてくれて、もう全然もう、ね、まあ、またこのリリーベ期間を通してね、もっともっと仲良くなっていけたらなって思いますけれども、レコーディングもね、うん、一緒に最後聞いたりとかして、はい、いやプリプロも今回どっちもやって、うん、そう、あのユニゾンでアイスクリームメンバーとガールズガールズメンバーから、うん、こうなんだ2人ずつとかで、うん、同じ歌詞を一緒に歌うとかがあったじゃないですか。なんかそういうところは私美咲ちゃんとね一緒に歌うとかが多かったんですけど、意外と声似てるかもって思ったり、そうだね、なんかこう
ね、それをあのレコーディングの時に似てるねって言ってくれた時に嬉しくてハイタッチしちゃったんですよ。なんか、めっちゃ後悔してたよね。そう、あ、後悔してた。なんか仲良くなりたいなってすごい思ってたけど、やり方は分かんなくてハイタッチしちゃった。これって良かったのかな。私とヨカちゃんはネイル可愛くない？ギャル可愛くない？ギャルだけよ。ずっと言ってね。めっちゃガールズトーク。そう、ネイル可愛い。なんかそれこそ、うん、キラとユナはラップパートとかが、うん、メインであるじゃないですか。そこはどうですか？いや、そこも結構こう LINE とかでも直接ご飯行った時もうちはラップパートがかわそうぜ。話だよね。そうなんだ。そう。なんかキラが最初に、うん、ザ・ファイネストの時は、うん、キラパートから私のパートに行くんですけど、うんうん、あのそこのつながりをね、いい感じにね、できるように、ね、頑張ったり。そうそう、なんかユナがラップのイメージなさすぎて、うん、あ、そっか。そう、昔そのさ、確かにね、昔こうね、うん、中学生とかの時に合宿の時も、うん、ボーカルラインにずっとやってて、うん、ヨーカが逆にラップパートやってたから、うん、そう、うん、そうだ、すごいこうユナの意外性を意外と初めて聞いたのよ、ヨーカはちゃんと、うんうんうん、2人ともかましまくって楽しみに、ね、地域楽曲なのでね、そうですね、うん、楽しみにね、してもらいたいですね、はいはい、なんかももちゃんがずっとロックスタディロックスタディ勉強しちゃいます今もね、一緒に勉強もうさすがにこうね、あの皆さんに言う側ですから教えてたらいけない伝える側、そうですね、大丈夫、じゃあもう一回言ってみ、ロックスタディ、そして実は昨年にガールズグループでの合宿があったんですよね、はい、その合宿ですごくこう仲が深まったりとか、まあ、ほぼ感動の再会みたいな合宿だったんですけど、まあ、短期集中で結構3日間ぐらいでガッと同じ楽曲をみんなで作り込んでっていう合宿をしたんですけど、実際やってみてどうでしたか？もう PG 時代に戻ったみたいな、確かにもうスケジュールが、ね、パンパンで頑張りましたけど、すごいでも楽しかった思い出がたくさんあります。他のグループと一緒にリハもしたことも別になかったし、そうだからなんだ、そこで、あ、アイズのみんなはこの楽曲をこういう風に受け取ってするんだとか、めちゃくちゃ勉強にもなったし、楽しかったよね。そうね、楽しかった。なんかアイスクリームからしてみてもこんな大人数でパフォーマンスすることがないから、3人だからね、ちょっとだから移動が遠いとかすごいよね、移動はそれが印象的かな。そうね、ゆずはちゃんとかはなんかでも、まあ、みんなが言ったようになんかアイスクリームの皆さんと、うん、まあ、ガールズの、うん、言うことが分かんないけどなんか合体してやることがあの時が初めてだったので、確かに私はもうすごくずっと緊張してました。今もなお今もずっと緊張してました。かわいい、まあ、でもなんかガールズパワーって感じだったよね。分かる分かる、すごい、ね、みんな同世代ですし、そうね、こう普段はねあんまり会わないけど、うん、こうして集まるとすごい新しいものができるなって、うん、合宿で感じた、うん、印象が変わったメンバーはいる。確かにあります、誰かという印象が、美咲ちゃんはイケメン。何でしょ、何でしょ、なんかこう移動とかでこうちょっとこう私と美咲ちゃんが前後になる時があったんですけど、うん、その時にこう肩にそっと手をこうポンって置いてくるの。恋をして美咲ちゃん振りなんだけど振りで置いてる、それがねすっごいねこう優しい添え手なんだ。だってさ、私それこそレコーディングの時もなんか美咲ちゃんがおはようって言って入ってきて、そのおはようがユナに向けてのおはようだったんだけど、うん、そのおはようがすごいおはようみたいな感じで、それを後ろで言ってたり、まあユナにみたいな。え、作るユナがさ、ヒロインでさ、あの主役の男の子どういうヒロインやりたい、私もヒロインやりたい、視聴者でしょ。でもみんなリーダーが
褒められてるけどどうですか。ちょっと苦笑い。めっちゃ苦笑い。みんなが足りなさそう。すごいね。他にも美咲とはやっぱりガールズメンバーね、ほぼ毎日一緒にいてから気づけない部分がもうあって。あそうやった、なんか美咲イケメンやった。どういう3秒で落ちるみたいな感じ。そうや、ほんとに。でもキラとかにあの美咲アイスクリームみんなの前だと硬いよって言われちゃう。ほ、うんと硬いんだよ。じゃまだまだ見れてないのかな。そうね、じゃもっと粘るんじゃない。いや、硬いからイケメンなのかもしれない。